ダメかがググク。おひょさちゃん、はよひゃはい、元気ですか？元気ですよ。おはようさんちゃん、おはかの時間ぴったりさんちゃん、ジュリナさん、うん、お元気ですか？お元気です。おはようさんちゃん、おはかの、はようさんちゃん、なんか食べた？食べてない。なんかついてる？なんかついてますか？やばい、うん、好きだなカノンだって。こちらこそ、おじさんちゃん完了してありがとう。はようさんちゃん、今日の朝もジャプジャプ、おう、ジャプジャプ。ちょっとまだ体温じゃない、温度も感じられてない。今日は桜の花びらたちが咲く頃、ありがとうございます。あのね、あのね、今日はあの全然起きれなくて、起きれなくてさっき起きたんですけども、でメイクをうわーってやったら、バーってやってきたら、寒さも感じる間もなくって感じです。おはようさんちゃん、マロマロ大好きだよ。元気ですか？元気があれば何でもできる。いつにさんちゃんだ、おおお、あれあれあれ、おはこん、今日はあれ、いやまぶしいねだって。あれ、おはようさんちゃん、きょんちゃんなんでやねん、よしすみれちゃん配信ありがとう、だってもかわいい、ありがとう。はよさんちゃん、めちゃくちゃいい感じ、すごくかわいい。あ、どうもありがとうございます。な、そんなにですか？今日何があった？はよさんちゃん、桜の花びらありがとうございます。本当ですか？顔だけ見てると、恐れ多いぜ。桜の花びらありがとう。ライトがいい感じなのかな、そんな気がします。今日ね、このリモコンの調節で暖色っていうやつにしてるんですよ。いつもと違うところは、桜みんなで食べた、ありがとうございます。好きに元気ない、好き OK。 おはようさんちゃん、文章書くの多くて大変。そうだって、あのちょっと慣れないって言ったらあれなんだけど、結構もう書いてるからあんまりこう上手な方じゃないので、そういった面であの大変です。そうでも読んでくださる方がいるから大丈夫です、大丈夫です。でも上手に書くのはあまりできてないかも。この髪だけどうしちゃった。ほう、おはようさんちゃん、おはよう。起きれない、その割に目が良さそう。目はメイクだ。おはよう、かのんちゃん、おはよう。スピでもいいやで、だって。もう急いでメイクしてよ。おはようさんちゃん、爆睡だったらメイク、そうだよ、もう5分、あ、いや、6分ぐらいでやった。まろまろ。今日、公演楽しかった。次は、グロイングアップ公演。ぜひやっててください。疲れが溜まっていってるのかな。あ、でもお昼寝を、あの昨日変な時間にすごいお昼寝をしちゃったからです、多分。はい俺は歌寝てるか、あれは 目がすごいパッチリもう常にオラマルは目がパッチリなんで。おはようさんちゃん、あれ初見、私初見って聞いてきたんですけど、初見で合ってますか？ブブー、合ってません。マロマロ、女優ライトもつけてません。つけると顔がね、暖色にしてこれをつける、リングライトをつけると顔が真っ白になるということが分かりました。はようさんちゃん、よんちゃんなんでやねん、今日はこのアバターでいきます、だって了解です。 SK くまちゃん、普通に行けばよかった。おはこまにやったらありがとう。もう来るの来ないのって感じで、もうそわそわしました。はようちゃんなんでやねん、桜
桜の花びらありがとう。はようせんちゃん。さあいた。さあいた。ありがとうございます。ゆんちゃん飲んでれん。暖色違うよ。あったかい色ですよ。あったかい色。さあいた。さあいた。ありがとうございます。はようせんちゃん。だんだん違います。かぶってますよ。暖色じゃないですよ。最近アンラッキー。運気が上がるモノマネやって。やだ。やだ。やだ。運気が上がるモノマネですか。運気が上がるモノマネは、じゃあもう朝なのに本当にもう大変ですね。もう二度とやらないはずだったんですけども、じゃあ朝のちょっと切れないかもしれない、もうはいやっちゃいましょう。はい、せーの、私はアンチエイジング、ググ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 グありがとうございます。はい、少しでも運気が上がったらいいなと思います。髪も綺麗だよ。プレッシングしてないよ。シャッシャッシャッってやった今日。はい、ヨンさんちゃん50巻とかにありがとうございます。皆さんめっちゃ綺麗でしたね。惚れる。大変なんでしょうか、のさん見逃しという大事件。何時か聞いてなかった。そういえば、はよさんちゃん、ジュナさん、きっと今のさんちゃん見たら分かります。本当ですか。男色、男色、え、そう男色です。はよさんちゃんごめん、だって全然謝ることなんてあったないよ。はよさんちゃん、男装と聞きましょう。それはすごい大変です。男色よりは感触っぽく見えるよ。見える、ね、あ、本当に。おはよう。あ、13日の公演当選したよ、だって。おお、やっほいやっほい、待ってるぜ待ってるぜ。ちょっとあれですね、パシャッパシャッとかないと。パシッパシッ、オッケー、待ってます。あ、どんだっけみたいな。ちょっと53時間にありがとうございます。 Thank you。おはようせんちゃん、よんちゃん、ごちゃん、なんでやねん。今日どちらかといえばスーパービーさんやな。ありがとう、コンコン。おはようせんちゃん、おはようせんちゃん、おはよう、おはよう。今日早いけど、やっこ、あ、そうだね、やっこファミリーの日。今日はやっこ、確かにそうなっちゃうね。ヤッコで F をつけ、ヤッコファミリーの日にしちゃうかも。主権さんはどうしたんだいって感じになっちゃうね、これ。なん、どういうことだいって。ヤッコファミリーの日とはって。オッケー。昼寝は最高だよね。本当だよね。お昼寝ほどさ、こうスーッとこう入っていけるものはないと思う。なんか夜はなんだかんだ、あ、まだ寝たくないなとか思いながら寝たりとか、明日の朝起きれるかなとか思って寝たりとかしなきゃいけないけど、お昼寝って予定がなければスーッと寝て、スーッと起きたい時間に起きれるじゃないですか。最高。はようさんちゃん、だるまさんが怒るんだ、ありがとうございます。ちょっと仮眠3時間、あ、本当にそういう感じだった。行ってきますね。行ってらっしゃい。頑張って。あ、そうだ。あのあれが当たったでしょ。サイリウム。もう行っちゃったかな。もうそれから。サイリウムの立てるやつ。おめでとう。若いから寝ると復活するのね。いいな。復活。おはよう。おはようサンフランシスコ。おはようさんちゃん。今朝の表情98点。合格。ありがとうございます。このまま公演に出たらいいかもしれない。おはようさんちゃん、おはようございますさんじゅん、どもどもわわいも今日はこのアバターにしてみたんだけどどうかな。めっちゃ似合ってるなんでやねん。あったかいだから瞳に映ってるあなたと過ごす時間
らマロマロありがとうございます。じゃあ男爵これはお芋になかったっけ。おはようさんちゃん、今から仕事行きます、消えてください。せーの、消えろ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 、おい頑張ってください、いってらっしゃい。おはようさんちゃん、うん、やったよやっちゃなんだよねん。はい、どうもどうも。あれ、これ江戸晴美さん、江戸晴美さん、江戸晴美さんだったかもって感じなんだけど、よんちゃんなんでやねん。十日の方バンバンありがとうございます、ありがとう、うん、やり始めたら楽しいかもしれんよ。グッカノはグッ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 がやるの楽しいです。皆さんもやってみたら楽しいかもしれないのでやってみてくださいね。江戸晴美さん、年は16歳です。だから次17歳です。もうすぐ5月12日を迎えますと沢田くのは17歳になります。ランダのセブンティーン、その動画見てありがとう。あ、本人の見たのかな。すけさんもなんでやねんにキレがある、おお、いいですね。みきちゃんのルームでこの前久しぶりに見ました。お、ほんとみきちゃんのルームを見たの。ん、新しいキャッチフレーズ大変、毎回これはもう心痛む。おはようさんちゃん、なんやそれ、のんちゃんなんでやねん。エドのさんちゃんで、さんちゃん飛んでた。お夢のお届けありがとうございます。ゆんちゃんなんでやねん。エドさんちゃんコメント早いね、ちょっと急がなければ。では運気が上がったかどうかの答え合わせは今日の終わりに、ありがとうね、だってありがとう。まだ恥ずかしさを感じる、やりきって厳しい。あ、でもあの動画の時は本当にやりきったと思います。動画まさかの江戸晴美さんの、そう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 そ、繁殖してるのか、してないですよ違います。江戸春美物もね、可愛い、ありがとう。なかなかね、ないよ、可愛いって言ってくれる人ね。本当にスタッフさんにやりきったと褒められた、そう、お頑張ったねみたいな。今日の元気そうで何より元気です。おはようさんちゃん、触覚主張強いなね。今日作ってないんだよ、しかも触覚を、出てきちゃうの、この触覚。おはようさんちゃん、おはよう、おはようちゃんなんだよね。冷ややっこ違う、ギョ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 、んそもそも85は説明がないとわからないね。そうだよね、なぜ 85? 今日目違うね、だって。あ、本当ですか、目違うのかな。でも昨日に続き今日もなんですけど、本当にメイクを体感5秒ぐらいで、6分ぐらいでやってるんですよ。だからもうなんか はしょってるところとかも多いし、あのもう勘で描いてるところもあるんですね。はい、今日 あのアイラインはあのコンタクトをつけてないんですけど、今もあの目がね、もう朝起きて、あ、しょぼしょぼっていう時にペッペッって引いたから、いつもと変わってますね、変わっております。覚えとかないといいよって皆さんが言ってくれたアイラインをっていう感じなぐらい。本当に昨日城の人書いてたけど、お城はそんな詳しくないんだけども、詳しくないんだけれども、あの4月6日で C6 で C6 でね、お城の日だったから聞いてみようかなって思いました聞いてみようかなって思いました。そう、ツイッターにね、あのなんかすごいお写真を載せてくださってる方がいたんだけどね、すごかったよ、すごい綺麗に撮れてたなって感じでした。小見さん、音楽に塩がたっぷり乗せてるんだって。はい、
あ、昨日冷ややっこ食べました。昨日は鰹節を超大量にかけて食べた。これコメントがちょっと今日は遅いですね。だるまちゃんがゴールオンだ、ありがとうございます。あ、15分経過しました。お昼寝とか寝落ちって気持ちいい気がするね。だるまちゃんありがとう。昨日みくるちゃんの配信でしずちゃんといとみきちゃんが参戦してわちゃわちゃしてた。本当にイチャイチャしてましたか。ねちゃん今日から学校かな、かなかな。おはよう、公演当たって、おおおマジで We are growing up 公演が当たったかなかな。よっしゃ、今日ヤッコハウリの誕生日。まあそんなようなもんだな。ヤッキーヤヒョヒョチューリップのアラゴートイト、どういうこと？おはようさんちゃん、おはようございます。まぶし大好きだよ。あさあ、何歌おうか分かんなくなっちゃったよ。桜の花びらたちが、なんかもう一個あった気がするんだけど、永遠のだ、思い出した。おはようさんちゃん、うん、嫌いじゃないよ。4月6日で46にも、あ、確かにね、ネッサンス。今日嫌いじゃないよ。あ、バラの花束ありがとうございます。運気を上げても嫌いじゃないもん。あ、バラの花束ありがとう。遠藤はるみさん、グググはやり尽くしましたやり尽くしました。17歳大人でしょうか、子供でしょうか。子供です。花のセブンティーン、まだ17歳美人さん。お、ありがとう。奇遇ですね、僕も17歳の JK なの。あ、そうなんですかじゃいっぱいお話ししましょうねなんでやねん、やっほーやっほやっほー。今おはようございます、あ、今来ましただって、ありがとう。はよさんちゃん、えどかん、コメントちょっと大変、十分大中。みきちゃん可愛い服でサイクルさん、やんどこう。今日の運気、運気になる。おお、ダジャレですよって気づいたよ。うまいこと言いましたね。ちら、うんが一番可愛いよ、ありがとう。まろまろ、天然の触覚。そう、おはようさんちゃん、触覚と聞くとやどかりを思い出す。え、なんでなんでなんで、ヤードカーリカーリヤードカーリ、他のは思い出しますね、ヤードカーリと聞きました。カロンちゃんの声が時々ドイッとします。ますます、あせあせ、どちら様に。このね、二文字目はリョウハさんの時によく出てくる。リョウハさんって読むのかな、これは。め、スピードメイクの匠。イエス、そう。早メイクとか江戸っ子みたいやなって。お、そういうの、うん、いいんですね。ありがとうございます。そんなことはないです。ペッペー成功、カムメイク。85日、ありがとう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 。では行ってきます。行ってらっしゃい、ありがとう。白の日の、あ、ほんとですね。あのクレヨンしんちゃんのワンちゃん、さんちゃんおはよう。あ、来てくれてありがとう。どこを黙って、お城は白さぎ城、白さぎ白さぎ白さぎどっちだったっけ、白さぎ城。今日のかのんちゃんの好きなとこ、お、あ、来た来た、いるいる、人の意見をまっすぐに素直に聞いて、でも最後は自分で決めてくれないとこ、ありがとうございます。あのアドバイスをしてもらえるの嬉しいことなので、はい、これからもよろしくお願いします。その冷ややっこめっちゃうまいやつ。そう、昨日ね、あの鰹節をもうめちゃめちゃ大量にかけたのいつもはかけないことが多くて、かけてもパパぐらいだったんだけど、もう昨日どっさりボサッボサッって入れてお醤油かけて食べたらすごく美味しかったです。次からもう絶対そうします。だるまちゃんがコールだ、ありがとうございます。だるまちゃん、だるまちゃん、
早く、あ、85日ありがとう。動物でよ、人生はどういうこと、どういうこと、おはよう、だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます。うちは昨日は逆で湯豆腐だった。でもあの豆腐ってところは一緒ですね。おそろって85日ありがとう。あ、桜の花びらたちをありがとうございます。おはようさんちゃん、やっこファミリー記念おめでとうございます。おめでとう。もめの返信にも変えたけど、捨てられてるか知らんけど、あ、まだねお城のやつは届いてないかな。そう、ツイッターの方は、まあ、すぐ上がるんだけど、メールの方はまだね来たり遅かったりするんだけど、お城のやつはまだ来てない気がするんだけど、どうだったかな、お城は来てない気がするんだけど。暑いよ。レインボースター、ありがとうございます。ソロン桜のこと、これは何の時、ことの葉みたいに突き使うっけ、そうそう、初のグローイング、ああ本当に、そう、 WGU 公演だぞ、楽しみすぎる、卵楽しみ、待ってます。はよさんちゃん、じゃあおはようございます。あれだね、もっとあるかもだけど、わからんけど、あのチャイムと、あの渚はもう完璧ですね、もう一緒に踊れちゃいますね。おはようさんちゃん、ちらおはよう。芝居の日か、え、ただ芝居の日、なるほどね、かもしれない。自分が子供宣言、まあいいでしょう、子供です。123ちゃんだ、どうもありがとう。 We are growing up 公園行きたいけど、さんちゃんの生誕祭に入りたいので今の時期応募するの控えてる。おお、当たってほしいからね。その方が当たるならそれはもう耐えるしかない。松本市10年住んでたから国宝松本城が好きだって。本物の迫力、とりあえずでは仕事行ってまいる、行ってまいれ、ファイトだぜ、ファイト、トゥトゥトゥ、キラ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 だ、ありがとう。だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます。ミヒカノで1日配信待ってます。だって、お、できるかな。おはようさんちゃん、だるまちゃんたくさんありがとう。おはよう。あのさんちゃん決め台詞をね、おいは可愛いですね、おい、おいかぶってください。お仕事行ってきます。ファイトだぜ、頑張ってね。おはようさんちゃん、ドゥ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 、洗面器に顔をつけたら化粧完成するシステム、はよ、わかる、わかるよ。あと洗顔もね、パッとパッ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 って取り返しシステムだったらいいんじゃない、ベローン、もうピンピカピンに綺麗みたいな、でまたペタって貼ったら、あ、またお綺麗になって、はい、ペロッていったら、あ、もうピンピカピンに綺麗になってっていうシステム。はよさんちゃん、よんちゃんなんだよね、テンポよく読んで。石垣だらけの小田、小田原城、カタカナばかりの小田、あれ、小田、あ、何、うん、全然無理、小田切城、あー読めなかったよ、カツオ節の味しかしない、いや本当にそれぐらいかけた、カツオごと乗せればだって大変。僕は卵豆腐が好きです。あ、そうなんですか、卵豆腐、あ、黄色いやつね、めちゃめちゃ美味しいよね、あれもカノン好きだし、あとお豆腐はあの ごま豆腐も好きです。パパ呼んだ、呼ばれて飛び出て、じゃ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 ーん、呼んでないよ、直角じゃなくて俺は交差点直角させて、どういうこと、もうどういうことやねん、交差点を何、直角させて、どういうこと。ダルマちゃんがコールだ、ありがとうございます。まろまろ仕事行ってきます、行ってらっしゃい、頑張ってね、ファイトだぜ。お、ウィアーグラングアップ公演、そうそうそう、逆になったからね、
ね、そう、ぜひ覚えてね。初めてだから、もう今回で覚えれちゃうね。今週末にクソグローネルブル、おい、柴犬になりたい。怪しいからね、今と。だいぶ怪しいから。好きよ、だいぶ怪しい犬さん。おっと、お、402回おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。402回、ありがとうございます。そうか、メールはスタッフさんがチェックしてあかんやつを止めてくれるの。そうなんです、ありがとうございます。髪の毛ショートカットにバッサリ、え、気づいてもらえるか不安。気づけますように。マスクもしてるからね、フェイスシールドもあるからね、大丈夫かな、気づけるように。頑張る。またあの日にちが近づいたら、席とか分かったらぜひ教えてください。ここにはもうオーディションナンバーがニックネームを最近知りました。あ、本当ですか。カノンはそのヤッコ、違うわ、ヤッコファミリーか、そうか、ヤッコファミリーをあの決めるときに皆さん教えてくれました。おはようさんちゃん、お手カウント完了ありがとうございます。昨日名古屋は雨降っ、そう、名古屋というかあのこの辺降ったよ。ふっぴが洗濯物濡れてへこんでた。それはへこんじゃいます。そういう人間を嫌われたなんて嫌いじゃないよ。だるまちゃんがゴールだ、ありがとうございます。ラインボースター、ありがとうございます。金曜日とかミッキーかの配信だと俺は最後でできるかな、わかんないよ今。まあとりあえずね、卒コンが終わらないと何とも言えないです、はい。おっと、あ、もう一人いらっしゃいましたか。402回、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おはようさんちゃん、かのんちゃんの顔に取り替えたい。ダメテンパーかあかん。僕の最寄り場は小田原です。おお、かみかみかんかんであって感じやって、ラッパーは諦めよう。ラッパー諦めるの、諦め、難しい、諦めとく。やっぱり今思いつかなかった、やろうでやってみようと思ったんだけど読めなかったって。そんなに難しくないのに、こっちは下が回らない。本当にそうだよ、特待生を自慢するかの。いやいや、そんなことはないよね。なんかもっと他にさ自慢できることをもっと身につけないとね。習字は最近やってないから、多分どんどん今習ってる人からしたら下手くそになってくから、なんか身につけたいですね。桜の花びらたちが咲く頃、ありがとうございます。福井県長、お、なんて読めばいいこれ、永平寺の、永平寺を言ったしでいいの片言、豆腐は美味しいだって。で、あの豆腐の、豆腐ってさ結構さ物によってさ全然違うじゃないですか、食感とか味とか。そう、この前そういう豆腐にこだわってるところの豆腐の揚げだし豆腐だね、あれを食べたんだけどめちゃめちゃ美味しかった。じゃあもうおじさんに顔作ってもらうメイクか。あ、本当じゃん、アンパンマンになればいいんだよ。102回ありがとう。1000回訪問です。あ、マジっすか、なんでやねんじゃないなんでやねんじゃない、1000回はビビっちゃうよ。21カウントありがとうございます。昨日聖火リレーでヘリの音がすごい、あ、そっか、あの中継上からの、嘘でしたってすぐ気づきました。お弁当に高野豆腐入れ、あ、ご飯がびちゃびちゃになってしまう、あるある。あ、わかるわかるわかる。カノンはお弁当のびっくり団、びっくり団じゃないわ、あのそうやってお弁当を持っていく日にあのたくあんを入れてもらったっていうか、入れてくれたか忘れたけど、たくあんが入ってたの。そしたらそのバスでみんなで行く感じの時だったんだけど、小学校の時かな、たくあん臭くて大変だった。
ナップサックがたくあん臭くて、たくあんの匂いが充満してて、もうあれはなんか申し訳なくて、みんなにお弁当もうずっとたくあんの匂いがしてるんだよ。ちょっと心が狭かった。石田さんが犬のアバター作ると言ってたから、まともなワンちゃんになる日が来ると思います。だって、あ、本当ですか、よかったです。あれだね、あれかな、みずきちゃんのサインにもいる飼ってるワンちゃんかな。落ち着こう。はい、402がありがとう。はようさんちゃん、京都の湯豆腐も美味しい。あ、佐賀の、佐賀の優しいな、だって優しいな、ありがとう。佐賀のって呼ぶんだね、ありがとう。優しいな、嬉しいな、優しいな、うんうんうん、ありがとうございます。湯豆腐美味しいよね、湯葉も美味しい、そういうお味大好き。湯豆腐とか湯葉とか、そう、優しい感じも好き。あのちゃんありがとう、だってありがとう。また公園近くになったら伝えるね、近い席でありますように祈ります。あ、初見さんありがとうございます。オラマルの得意技、またコメントが送れるよ、オラマルの。ああ、え、初見さんだっけ、なんか見たことあるような気がするな、最近そんなのばっかり。はい、せーの、おはよう。はい、お見事、お見事でございます、ありがとうございます。あ、さんちゃんって言います、よろしくお願いします。キャッチフレーズがおろそかに外見えてます。嘘だ、光が差し込んでるぐらいじゃない、いいぜ。おはよう、さんちゃん、桜の花びらありがとう、よろしくお願いします。さんちゃんをよろしくお願いします。平均パジャマ配信で熊崎さんもショートヘアにしたいって言ってた、似合わない止められてる模様、見てみたいですけどね。練習しておく、小田原城、姫路城、名古屋城、松本城、ありがとう。おはようさんちゃん、中期生の応募があるのかわからないよ、カノンには。おはようさんちゃん、サバダヤッホヤッホヤッホー、カノンちゃん体力上がったよね、すごいね、本当ですか。とりあえずギターかピアノ頑張ろう、目指せ生田。あー、生田さんすごいよね。ちょっとそう、ギター配信もなかなかできてないかな、そう、そう、でもそろそろやりますって言ってたんだけど、あ、言ってたのね、トーク会とかで言ってたんだけど、ちょっと卒コンが終わるまではちょっとしばしお待ちいただきたいです。特に運気を上げるしんちゃんがする江戸晴美のモノマネ嫌だそれはやっときます。しんちゃんがする大変だよ、事故っちゃ。まあ、よいちにさんちゃんありがとう。大豆の味しっかりする豆腐、あー、おいしい、おいしいね、よんちゃん、なんでよね、冬だし豆腐もいいよ、いいよね、美味しいよね。レインボーしたい、ありがとうございます。ザル豆腐、組み出し豆腐、何それ、組み出し豆腐。卒コン2公演当たって喜びすぎてね、したら、おお、人体かい、これは損傷して昨日星になってるよ、大丈夫、大丈夫か、大丈夫ですか大丈夫ですか。おはようさんちゃん、星になってるよ、何が書けないんだよ。夏は王道の冷ややっこをよく食べて、やっこだからなおよし、やっこファミリーだな、ラッキー先生ありがとう。スルタンは下です、豆腐屋さんの豆乳美味しい、あ、飲んでみたい。豆乳は好きだけど、何、普通にスーパーとかコンビニとかで売ってるのしか飲んだことないから、豆乳屋さん、豆腐屋さんの飲んでみたい。で、ペロ、ありがとう。はよさんちゃん、冷ややく美味しいね。そう、たくあん、たくあん女って言われてないけど、たくあん臭いなと思って絶対。昔は豆腐屋さんをただでおからをもらって、いいな、なんて幸せな、これ頭のエピソードでした。はい、いい人でございます。つきちゃん、目がしょぼしょぼしてきた。再度、今度はいけるかな、石垣だらけの小田原城、カタカナばっかりのおだぎりじゃー。
よし、読めました。豆腐はいろいろあるね。急に麻婆豆腐が食べたくなった。うう、食べたくなった。おじになってる精神。お、はい、おまんまさん、あ、おまんまさん、おまんまさん、頭を持つペッ、勝手に早く読んでくる。お、ゆいちゃんと早くちゃん、何をするんですか。東京都の南禅寺おくたんの湯豆腐は食べに行く。カノもね、京都に行った時に食べるあの豆腐屋さんがあるんですけど、あの橋の越えたところっていう感じにしか覚えてないんですよ。日が差し込んでも大丈夫なの？日が差し込むのは場所は特定されないんじゃない？なんか変に触ったら余計開いちゃいそうじゃない？ お豆腐が嫌いなももたんにお豆腐の良さを教えてあげて。そうなの？桜の花びらたちが咲く頃。ありがとうございます。お豆腐は美味しいですよ。お豆腐はなんかお豆腐だけで食べるのがもし嫌いなら、お豆腐揚げ豆腐とかさ、え、何、豆腐を使った他のもうなんかないっけ。揚げ豆腐しか思いつかないんだけどとりあえず揚げ豆腐を食べてみたらいいかもしれません。美味しいよ。かな、揚げ豆腐って言ってるけど合ってるかな。はい、揚げ豆腐です。揚げ豆腐をぜひ食べてみてください。はよさんちゃん、はよさんちゃん、あ、たこさん、おー、白は読めた。かのんちゃんは季節になったら冷やし中華とか食べる。食べる、 あったりめじゃん。冷やし中華始めました。あったかいんだから。ありがとうございます。仕事行きます。卒コンの練習ファイト頑張る。ギター配信はコンサートかね。そうだね、ちょっと待ってて。おはようさんちゃん。高野豆腐も美味しいよ。高野豆腐、パパ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 、岡山県の高野、高野山のおでん、お坊さんが考案したのがルーツ。へー、高野山待ってましいなって。あらら、ギタースーちゃんの方が上手くなってるという噂、多分そうだと思う。卒校の仕上がり状況を漢字一文字で例えると、仕上がりのどうやって言えばいいんだそれは。漢字一文字で、危険の危、危ないぞ、頑張れカノンって感じ。おはよう、覚えるのがたくさんねあるからね。はい、頑張ります。だちゃんと本番頑張る、本当に頑張るよ。ピアノギター配信よりおはようせんちゃんラジオのね、それもなんかいろいろできてないから頑張ります。カツオ来るよだって。本当ですか、カツオさん。豆乳豆乳をぶっ込まれちゃう。投げやり投げキッス、そんなことないもん。あ、大丈夫だ、人体だよね、違う、人体で合ってる、損傷痛いでしょ、大丈夫、大丈夫か、卒コンは来れるのか、大丈夫か。おはようさんちゃん。豆腐を型に固める前にザルにあげて自然に水分落として残ったのがザル豆腐、味わいが濃い、絶対美味しいやつじゃん。組み出しただけのが組み出し、何でも美味しいよ。ただいま病院です。あ、早く治れ。あの机、そうなんですか、わかりません。カノンには真夏さんはあの真夏ってなんかイメージがあるんですけど、なんでだと思いますか。やめた、ありがとう。おはよう、おはようさんちゃん。レインボースターありがとうございます。桜の花びらもありがとうございます。豆腐の話を聞いて卵豆腐が食べたくなった。卵豆腐はちょっとなんか酸っぱいやつかけるやつだよね。アスナル金山って行ったことありますか。ないと思います。ダルマシャンが滅んだ、ありがとうございます。アン
遊ばそます。なぜか書けない。なんでだろうね。おはようさんちゃん。あ、だるまちゃんやったっけ。ありがとう。お、渡る？今日は橋を越えたところ、それ佐賀のでは。あ、本当ですか。佐賀のですか。美味しいです。ゴム豆腐も美味しいね、香ばしい。麻婆豆腐、あ、そう、麻婆豆腐とかも食べてみたらいいんじゃないですか。ね、あの疑問なんだけど、金山で合ってるかな、これは。アスナル、アスナル、なん、金山かな、かな、真逆だと金山、金山、どっち、どっちですか。金山かな。白あえが好き。あー、白あえも美味しい。とにかくそういう系大好きです。てかカノは全部大好き多分。あ、田楽もね。あ、いろいろあるね、美味しいね。高知住みなんで飛行機を欲しいになっちゃって。ええ大丈夫。豆腐チップス、え、豆腐チップス。橋も3畳4畳いろいろあるけど、橋越えたとこにあった気がする。ピンチャーチャンス、行くチャンス。カノンには分かりません。おはよう、おはようさんちゃん。揚げ出し豆腐、おはようさんちゃん。マロマロ、おはようさんちゃん。高野さん、名古屋名物冷やし中華にマヨネーズかける、当たり前じゃん。もうこの前ね、この時の時マヨネーズがなくて怒ってたんだから。あまりコメントしないうちにもう時間、あと3日、怪我と体調に気をつけて行ってきいってな。カノン、ずっとさ読んでるとさ、もうあっという間に時間が過ぎてさ、歌うことを忘れてしまう。早めに歌うの気をつけよう。大徳寺の湯豆腐の可能性も。は、嵐山にいい豆腐屋さんあったなって。あ、嵐山なんか聞いたことあるよ。聞いたことあるだけかもしれない。アメブロ読んだけど、確かにカノンちゃんとチューリーさんの名前聞いてみたいな。だって、おー、そう、有名だからね。平田さん、お、でかこさんだっけ。お、なん、体調はとてもよろしいでございます。あ、気が、あ、大丈夫、体調はカノンさんは大丈夫です。こんばんさんちゃん、おばちゃんちゃん、何が危ないの、ちょっと飛行機うせ大変大変、忘れなこない。そうなんですか、もうカノンには分かりません。はようさんちゃん、今日から外資に向かって歩いていくか。おー、健康的。豆腐ハンバーグ、豆腐ステーキ。それはでも豆腐がもういなくなっちゃうじゃないですか。いるのかな。豆腐ステーキ入るか。金庫、とにかく必ずお弁当に豆腐がついて入ってる。いいよね、お豆腐。もう今日豆腐の日かな。麻婆豆腐お待ち、ありがとう。金山駅、アスナル金山。あ、金山ね、金山っていう呼び方も知ってるけど、アスナルが全然わかんなくて、金ちゃんとかなんか意味不明でしたね。金山でしたね、失礼いたしました。食べ物のコメントが多いからサンちゃんの中が鳴るかかもしれん。金山ってごめんなさい、バカなことを言ったかもしれないですね。アスナルって何、やばい、カノンの無知さが。アスナル、チビアニ、そうなんですか、カノンにはわかりません。アスナル金山です。ナさんがレギュラー公開番組やるの。ああ、そうなんです。名古屋の金山は知っております。名古屋の金山はご存知。おはようさんちゃん、学校、うん、あがりちゃん新番組の公開収録がありました。そうなのでございますね。三中の清楚なお子たちなので白のお洋服が似合うね。だって、お、ありがとう。朝倉の花びらたちが、サークル、ありがとうございます。
そう、トーク会ね、トーク会さ、みんなおしゃれじゃないですか。だからカノンは何を着ようって毎回悩んで、そう、でもなんかいろんなお洋服着たいなって思うから、とりあえずおしゃれな服を持ってなかったので、そう、トーク会のためにお服がないぜって言って買ってるので大変でございますよ、大変でございます。春休み終わりか、宿題終わったのって、カノン宿題ないもん。そろそろ歌わないとだって。歌わないと。まあたまには歌わない日があってもいいんじゃない。レインボースターありがとう。体調良かったよ。豆腐になくなっちゃう。体調に綺麗。桜の花びらありがとう。関西ホームで東海できたらいいのにね。もう関西か、関西ね、なるほどなるほど、大阪とかそういうこと。僕も愛知県の地名は読めないのが多いから、なんか音がする。お、音とと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 とどうしたんだよ、すねちゃん。せーの、石垣だらけの小田原城、カタカナばかりの小田切城、イエーイイエーイ。最初はグー、じゃんけんじゃん、あいこだ、あいこだ、いってきまーす、いってらっしゃい、頑張ってねー、あーあぶら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 バイバーイ、いってらっしゃい、上手でした、どうもどうも。あー大変大変、朝から大変でございます。来た、すんちゃんが来てくれました。いってらっしゃい、もうバタバタ、もうバタバタです、バッタ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 、すんちゃんね、めっちゃラップ調に行ってくれた。石垣だらけの小田原城、はい、うわ、カミカミのさんちゃん、はい、わかります、もうやだ、うわあ、嵐が去った、シュンシュンって来て、シュンって去った。一気に眠くなってきちゃったよ。あ、ほら、あの、カラオケを起動したら顔の色が変わったでしょ。ツヤーンってした。カッター、すぬちゃん小学校4年生になっての初登校でね、クラスは友達がたくさんいるのかな、かなわないよ、今から楽しみにしてた、何組になるかなって、4年何組になるかなって昨日すごい言ってた。寝ちゃダメ、そう、起動ね、起こした。ブルーライト横浜、違う、なんか違う、ね、なんか違うよ、ブルーライトだったっけ、ブルー、そんな感じの歌あるよね、横急がないとサンデスタイムができなくなっちゃう。はいはい、息を切らせていたから急いでたよね、走ってきてくれた、ゴト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 って走ってきて、あーって、おわわわわわって言って、バババババシャンバーって言って感じで出てっちゃった。大変、はずきルッペ買おうかなって、え、実
感がないよないよないよ時間がないよ。なんとなく決めた歌を歌います。あ、音が鳴ってない音が鳴ってない。通学の電車のドア近く同じ時間よく会うあなた、つめりの学生服を着た一つ前の駅で降りてく人、いつもテニスラケット脇に抱えてる、焼けた顔はきっと太陽の国物ね、フェフェフェねえ頑張って、初めての恋をフェフェフェ胸の奥で叫ぶ、名前さえも知れないあなただけど、いつかは私を連れて行って、ウィンブルドン。ありがとうございます。カノは最近思うんですけど、どう振りをやらないと本当に忘れちゃうんですよ。そう、本当に忘れちゃう。太陽の国物ねか、ものね、太陽の食い物ね、合ってる？合ってるかい。めっちゃ可愛い、ありがとう。え、毛玉？嘘だ嘘だですよ、嘘だ。よし、じゃあ今日はね、もう春休みタイムじゃないので急がないといけません。おっと、おっ、あれ、お目目が悪くて、なに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 、あ、ね、この前、もうつい最近のあの2期生のあの、あれですよね、12周年ライブ、そういうことですねそれでは今日も13位からサンデスタイム張り切ってどうぞ。13位サンです、ありがとうございます。12位サンです、ありがとうございます。11位さんです、アットマークグファミリー&スヌファミリー、ありがとうございます。10位さんです、アットマークぷっくりコーン、ありがとう、あ、ヤッコファミリーもあるか、ありがとうございます。9位さんです、ありがとうございます。8位さんです、アットマークグファミリーちは、ありがとうございます。7位さんです、ありがとうございます。6位です、アットマークオンヤッコファミリー、ありがとうございます。5位さんです、アットマークヤッコファミリーデデイ、ありがとうございます。4位さんです、アットマークヤッコファミリー、ありがとうございます。そして3位さんです、ありがとうございます。そして2位さんです、アットマークヤッコファミリー、ありがとうございます。
そしてそしてそして今日の第1位はジュンさんです。アットマークコミーネットルー、ありがとうございます。そして今日の85位、おやっこねちの85位、おめでたい方はさんです。あなたもぜひやっこファミになっちゃってくださいね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。やっこやっこやっこ、たくさんありがとうございます。お腹が空きました。お疲れ様でした。配信見に来てくれてありがとうございます。ありがとう、ありがとう、イエーイ。またあと3分残ったね。じゃあ何を話して終わろうかな。はようさんちゃん、やっこファミリーの日だから、これからも頑張って。はい、ありがとう。89位だった、惜しい。2分くらい。認めないから歌って終わろうか。だけど君に惹かれた、まだ気持ちは言わなくていいから、もう困らせないで、あと少しだけ待ってて。はい、ということで少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローをよろしくお願いします。ででそれでは今日もこの辺で、またこやーね。ありがとうございました。お、1分半、ありがとう。狼少年団のリズムで、そうなの。おはよう、グルトーリングはハーハーハー、日本歌手カートマケコハムリー関係カポーギー、DJさんちゃんまたこやーね。ありがとう、ありがとう、またね、またこやね、バイバイ、マロマロ、また明日、良い一日をお迎えください。バイバイ、気をつけてね、バイバイ。お腹空いたからね、バイバイ。もう一組頑張れ、頑張れ、バイバイキーン、バイバイキーン、バイバイ。あと3日、ダンス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 、バイちゃんぽん、おいしいね。おはようさんちゃん、また来るねね、だってありがとう、待ってるね。バイバイ、気をつけてよ、気をつける、バイバイ。ゆんちゃん飲んでね、おやすみ、おやすみなさい。たくさん食べてね、はい。